チュース。ピースオブケークのショートンです。ササンです。アナちゃんです。本日も最後までよろしくお願いいたします。お願いします。シャス。毎週金曜日料理動画投稿の日となっております。はい。はい、ありがとうございます。で何でしたっけ。あ、今回アサちゃんです。あ、はい。料理ですか。はい。ぶつけたで今。うん。で、鍋です。はい。もう得意分野だね。うん。得意分野なんですけど、はい、今回どんな鍋を食べたいのかリクエストをくださいって言ったら、うん、変わった温かい鍋が食べたいですって言われたんです。違うんですよ。一軒だけ来て、うん、そこに書いてあったのが変わった鍋って書いてあったんです。それで翔太が鍋を作った時に冷たい鍋を作るみたいなことを言って2人がそれを阻止して、うん、温かいのがいいって言ってオイラの前回出した時にそれが融合されて変わった温かい鍋っていうあれそうでしたっけワードになったんです。はい、ドッキングしたんですよ、うん、まあその結果変わった温かい鍋を、はい、ちょっと今日作ることになったんで、はい、なるほど。どんな変わり物が出てくるのか楽しみにしててください。アサちゃんが鍋を作るってことでね。もうその時点で変わってるじゃないですか。え、ろくろは？あ、土鍋を作る話。アサちゃん鍋を作るんでしょ。あ、ちょっと粘土取ってくるわけだからちょっとあのこのままちょっと待っててください。山井くんならもうそのついでにさ山の綺麗な水も汲んできて。アサちゃんの会になると毎回発動する謎のミッションということで本日はおいキムチチーズ鍋を作っていこう。イエイ。そこの時点のあんま変わってないですね。うん、キムチ鍋ってあるもんね。キムチとチーズはまあ、うん、合いますからね。うん、タッカルビみたいなもんでしょ。タッカルビはキムチじゃねえだろ。またキムチか。まあそんな感じ。そんな感じでしょ。あ、チーズって絡んでんじゃん。あれを鍋って言ってるかもしれないですよ。なるほど。それでは本編の方ご覧ください。どうぞ。はい、それでは材料紹介の方をしていきます。豚バラ 400g、 約 400g です。大根1本、ニラ取った牛乳 100cc、 生クリーム 100cc、 チーズ 300g、 片栗粉大さじ2、コチュジャン大さじ1、キムチの素大さじ4、めんつゆ大さじ3、ガラだし大さじ2、あとでお水を 600cc 鍋に入れます。以上です。早速作っていきたいと思います。ピースオブケーキ。まず大根からいきます。さすが大根の皮を剥いていきます。こちら大根ね、いやさすがに大根1本は多いわっていう人はこの半分でも調節してください。はい、大根を薄切りに切っていきます。だいたいこのぐらいの薄さで切っていきます。大根がね、薄い方が火の通りが早いんで。もしも大根が余っちゃってもね、次の日のお味噌汁とかに刻んで入れても美味しいんで。あ、次はニラを切っていきます。ニラはだいたいこのぐらいの長さに切ってください。5センチよりちょっと長いぐらい。次は豚バラ肉を切っていきます。豚バラ肉こう大体ね、スライスだとこう長いのでこれを大体3分の1の大きさに切っていきます。
はい、材料のカットが終わりましたので、こちらを鍋に並べていきます。これはね、ちょっとめんどくさいんですけど、大根、豚バラ大根で、ね、並べていきます。はい、こちらちょっと大根が余っちまったんで、これは後日あのお味噌汁にいただきたいと思います。はい、こちらこんな感じで大根と豚バラ肉を敷き詰められましたら、ここに調味料をぶち込んでいきます。まずお水を2、4、600g、 600cc、 鶏ガラ大さじ2、いやーめんつゆ大さじ3、にゃー、キムチの素大さじ4、やー、こちら大さじ1、こちら軽く混ぜしたら、ちょっと斜めにしたりとかして、全体に行き渡るようにして、こちら沸騰するまで加熱していきたいと思います。はい、沸騰しましたらアクを取っていきたいと思います。はい、ある程度アクを取りましたら蓋をして中火で一煮立ちさせていきます。だいたい中火で5分から7分ぐらい一煮立ちさせてください。鍋一煮立ちさせている間に牛乳と生クリームを量っちゃいます。牛乳 100cc、 生クリーム 100cc、 なるほど、いい感じになってきたので一回火を止めます。そうしましたら空いてる真ん中の穴にニラを入れていきます。ニラを入れる際は火傷しないように注意してください。そうしましたら蓋まで軽くニラを押してあげて、こちらニラを入れたら弱火にしておきます。それではチーズソースの方を作っていきたいと思います。フライパンにチーズ 300g、牛乳と生クリーム 100cc ずつ、片栗粉大さじ2、紹介し忘れたんですけど、塩コショウ少々で、もう1個最後に粗挽きペッパーを上から振ってます。チーズソースこちら弱火でやっていきます。弱火でしっかりと混ぜていきます。ここからもさらにしっかり混ぜてください。じゃないとあのダマになってしまう場合があるので、はい、こんな感じでね、粘り気のある感じになったら完成です。こちらを鍋にかけていきたいと思います。はい、こちらチーズソースかけていきます。まあ、ニラの上にねかけてください。これでもかっていうの、はい、それで最後に粗挽き胡椒を早速
食べていきたいと思います。ピースオフケーキ。はいはい、いただきます。いただきます。いただきます。違うわ、お上がりよ。あったかいです、ちゃんと。多分ね、一発目ね、お箸で取った方が取れると思う。これでいきます。そっち行く。あ、なるほど。美味しそう。でも真ん中にニラも入ってるから。せっかくあったかいから汁も。この日は寒いからって、うん、寒くないよ。わかんない。寒くないよ。すんごいね、これ。いただきます。その真ん中にニラが沈んでるからさ。いや、今回もハイカロリーですね。いや、ほら、変わった鍋っていうから。大根とチーズっていうのが斬新でしょ。うん、うまいやん。大根とチーズがね、案外合う。クリーミーな感じとさっぱりした感じの。もう野外で食ってんじゃないかっていうぐらいの寒いもん。寒くないよ。寒いよ。寒くないよ。で、これベースがキムチ鍋なんですけど、うん、こんだけチーズ入ってたら、うん、辛くないよねっていう、うん、辛くないっていうかキムチ感がねえっすよ、うん、あの、美味しいチーズスープになってます。もうゲレンデのビュッフェで食ってるぐらい寒いもん今。そうだ、ゲレンデのビュッフェはそんなに寒くねえだろ。ホテルの中だからな。あ、そうか。もう窓全開になってるってやつ。なんだろう、最初大根とチーズの違和感がすごいあったんだけど、癖になる。だってあんまり大根使う料理でチーズと辛みになることってなくない？え、おでんにクリームチーズ乗っけたりとかしない？しない。意味がわからん。何、おでんにクリームチーズって。何がしたいの？そういうこっちゃ。そういうこっちゃ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おそもつさまでした。うまちです。おめでとうございました。クリーミーポーノ。あさちゃんの鍋でした。はい、さださちゃんこちょ任せて。変わってたね。あの、大根とチーズが同じ空間にいるっていうのは不思議だった。見た目も変わってましたしね。うん、はいはい、変わった鍋でした。変わってましたね。うん、来週から何します？12月。ケーキ。ええ、クリスマス料理。おせち。おせち。おせち、大体みんな一緒のようなもん出てくんじゃね。黒豆と、だから1個作ればいいってことでしょ。栗きん。あ、3人合わせて出来上がり。作ればいいってこと。あ、じゃあ俺かまぼこ切るわ。え、かまぼこあれでしょ、あの、魚釣ってすり身。すり身を作ってくるでしょ。紅白のかまぼこ買ってきて終わりや。いやいやいや。そしたら俺栗きんと、栗きんと、栗きんと、とん。じゃあ煮豆作るわ。え、なに、山の中空いてダメか、持ってくんのがやだよ。どこに生えとんねん。もうそれだけでマンスリーになるわ。一人マンスリー。一人マンスリー。何作りましょうかね。うん、おささん、あの、ビスケラジオ第10回の時にアクアパッツァ好きと言ってたんで、うん、魚系でもいいですよ。うん、食ったことねえけどな。なんで好きって言ったんだよ。謝れ、みんなに。え、いや、あそこでアクアパッツァって言ったら魚怖いやんっていうツッコミあるかなと思ったら、そのまま流したからまあいいやと思って。すいません、メイン MC の僕がじゃあ、あの、周りを見れてない状況でしたね。はい、そうですね。すいません、はい、僕は悪いことございました。はい、で、俺が謝って。何がいいかな。正月に向けての餅料理とかやります。バター餅作ったっけ。やったんだ、動画で。うん、バター餅もやったし、あの、鏡餅が各家庭持て余すだろうって言って、餅を使った料理って言って、まあ料理動画じゃなかったけど。あ、これ何でしたっけ。企画でやった。春巻きかなんか包んでなかった。あー、明太子のやつか。うん、で、なんかその後にバレンタインのチョコ企画で翔太がまた春巻きに包んでたの。
春巻き好きだね、うん、いやあいつそういえばさうまくできるやん便利だしね、あのチョコレート関係のお菓子をなんかそのバレンタインだからなんかやろうって言ってやった時に翔太がバナナとチョコレートを春巻きの皮にくるんであげてたの。もうクレープみたいになるやん。美味しかったんだよ、美味しかったんだけど頭にあったのがこの人春巻きの皮好きだなっていうのがいや好きよ、うまいじゃん。カレーとか作る？カレー？なんで？ほら12月ってさ結構さお母さんたちさ家大掃除したりしてさ忙しかったりするじゃん。なんか12月って結構カレー作る家庭が多いみたいよ。うん、カレー粉の売り上げとかも上がるみたいだし、うん、それぞれのカレー、うん、じゃあカレーにします？いいですよ、うん、カレーね、はい、分かりました。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、はい、それではせーのチャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてあります。チェックしてみてください。それではせーのチャオ。